今日のは活動紹介です。はい、そうですね、今回は、テーマが伝統工芸と台湾を代表するデザイナーの方のコラボレーションということで、来ているのは今ジャスティン、WX さんのものなんですけれども、これはあのですね、歴史的伝統工芸だったりガラスのにも入っている花の柄なんですけども、多分台湾の皆さんだと知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、そういったね、馴染みのある、皆さんにとって馴染みのある柄であったり、あとはそのジャスティン・ダブル・エックスさんは東京オリンピックの時に台湾の選手の皆様とコラボレーションして衣装提供をした経緯がありまして、その延長といいますか続編じゃないんですけども、そういった意味合いのある服で花柄のモチーフが入ってて、僕的にはすごくいろいろなルーツと、歴史と、ファッション、これがなんかこの重なっているこの衣装はすごく気に入ったので、今回はこれをチョイスさせてもらって、はい、登場しました。那他说，因为这次是传统工艺跟各个设计师合作的一个大秀，那这个是周玉颖的衣服，当时是他用了我们当时以前台湾很比较常见的窗花的花纹在上面，然后这个也是我们跟东京奥运的时候的那个设计是延伸的，听说是他就延展的一个设计这样子，他也很喜欢这种有历史性的东西。OK， 谢谢。谢谢，我们大家辛苦了。